イエジ、セバスティアン・ルボミルスキは、ポーランド・リトアニア共和国の大貴族、有力政治家、軍事指導者、公。焼17世紀中央の混乱期にルボミルスキの反乱を引き起こしたことで知られる。クラクフ県知事、スタニスワフ・ルボミルスキと、ボウィン県知事、アレクサンデル・オストログスキ公の娘ゾフィアとの間に、次男として生まれた。1647年により、 クラクフシ総督を務め、1650年には、王官僚区内副長官となり、同年中に、王官僚区内長官に、承認、1658年より、王官僚野戦へと満を兼ねた。ノび村地とスピシュの大官でもあった。1643年に、政務議長を務めた。1648年から1660年まで、続いた、大洪水時代に、 ウクライナコサック、スウェーデン、トランシルバニア及びモスクワロシアなどの侵略者との戦いで司令官として名を馳せた。侵入してきたラーコーチジェルジ2世の軍隊を撃退し逆にトランシルバニアに攻め込んだ。またスタニスはフレベラッポトツキと共に1660年のストヌーフの戦いでロシア軍を退けた。ルボミルスキは黄金の自由の強力な守護者であり、 中央政府の権限強化を改革を試みる国王や二世カジミエ主や議会主流派に対する反対者たちの指導者となった。国王が彼を国家反逆罪で訴え、政務もこれを認めたため、ルボミルスキは1664年すべての感触を剥奪されて追放刑を受けた。ところが彼は翌1665年、ルボミルスキの露骨を起こして、 共和国の制度改革を軍事力で撤回させた。そして1665年には大議員ピョトル、テレフストブワディスワフボシ、1666年にはカスペルミャスコフスキとテオドルーコムスキをそれぞれ使い、自らの影響力を行使して2回の政務を中断させて閉会に追い込んだ。さらに、 常備軍の精鋭と複数の貴族徴兵軍部隊が彼のもとに差し向けられたが、ルボミルスキは1665年にチェンストホバで国王軍を1666年に王官僚区内長官ヤン・ソビエスキが率いる国王支持派の軍勢を門飛びで破った。弁護日へ協定の成立に伴い、ルボミルスキは名誉を回復され、政務によって最初に受けた有罪判決も 無効とされた。また、国王の後継者生前使命の導入による王権強化改革も不成立に追い込まれ、結果として国王ヤン二世カジミエシュが1668年に退位する事態を招いた。しかし、結局、ルボミルスキは国内にいられなくなり、シレジアのブレスラウに亡命した。一部の人々は、 ルボミルスキオ17世紀で最も活躍したマグナートの一人だとしている。彼は政務大議員で優秀な雄弁家、軍事指導者、政治家であり大きな野望を抱いていた。他方、彼の業績を低く評価する人々も存在する。彼は傲慢かつ野心的で1655年から1660年まで続いたスウェーデンとの戦争では、 スウェーデン側に願えるような態度を示したと言われる。ルボミルスキは、スウェーデンの同盟者であったトランシルバニアを打ち負かした、ものの、捕まえた敵軍の指導者たちと自分の部下を無償で、人質交換した。彼が勝利を勝ち取った反乱も、ポーランド政府による重要な改革の実現を阻み、このことは、共和国に長期にわたる悪影響を及ぼした。彼を低く評価する人々にとって、 ルボミルスキの唯一の功績はツトンヌーフでの勝利だが、それも彼一人の力で得たものではない。しかも彼は、戦いの後自分の率いる軍隊を見捨て、軍組織が崩壊して、兵士たちは、給料も払われずけがを直してももらえないまま、宮廷からの褒装の獲得に奔走していたのである。ありがとうございます。